マンボのダンサーマンボはラテン音楽の一つ。キューバの音楽形式でダンスのスタイル。マンボという言葉とはハイチの土着宗教ブルド教の女主催で神との対話の意味を持つ。この言葉が音楽ジャンルとして知られるようになったのは1938年にオレスティス・ロペスとカチャオ・ロペスにより作られたダンソンの楽曲マンボに由来する。 マンボは1930年代後半にキューバで流行していたルンバにジャズの要素を加える形で作られ、1940年代後半にペレスプラードによりダンスのためのマンボとして世界的に知られた。ビッグバンド形態をとり、ホーンセクションをリズム楽器として用いる。楽器の構成は、コンガ、ボンゴ、ティンバレス、クラベス、ベース、ピアノ、トロンボーン、 トランペット、サックスなどによる代表曲にマンボナンバー5、エルマンボが挙げられる。マンボがキューバ国外にもたらされたのは1950年代のキューバ革命に際してカチャオロペスが米国に亡命したのが講師である。これにペレスプラード楽団がジャズ調のブラスセクションのアレンジを加えダンスのためのマンボとして世界的に知られた。ビッグバンド形態を取り、 高音セクションをリズム楽器として用いる。ポピュラー音楽界からはペリー・コモやナット・キング・コールによるパパはマンボがお好きなどが発表された。イタリアの女優ソフィア・ローレンがマンボ馬ンを発表した。日本におけるマンボの初演は1940年代後半の占領期に新中米軍への異門工業を行ったサビアクガート楽団が最初とされる。米軍キャンプ内では ラテン系の音楽が人気を博し、当時同じくキャンプ周りをしていた、花はじめとクレイジーキャッツは当初は、キューバンキャッツと名乗っていた。この時点で、エキゾチックで、エロチックというラテン音楽に対する米国と似たような、通俗的な解釈も定着した。通常の工業としてのマンボは、1950年、東京宝塚劇場における、中山義雄による工業が最初の例である。 レコード発売も続き、1952年には、マンボナンバー5の国内版が発売される。この年開始された、洋楽紹介ラジオ番組 S 版アワーのテーマ曲に、プラートのエルマンボが選ばれる。翌1953年秋、サビ役側と楽団の来日公演が行われたが、その時楽曲のほとんどがマンボであったことから人気が再年、再燃。 東京9番ボーイズを筆頭にマンボーオーケストラが続々誕生した。1954年にはニューヨーク風のよりジャズ調に近い曲風が流行る。1955年、ペレスプラードの出演映画、海底の黄金の公開で、セレソローサが大ヒット、日本のマンボー人気は頂点に達する。1956年9月、セレソローサの訪日公演が実現する。 両国国技館での最終3日間公演では3人娘がそれぞれ前座を務めた。マンボ楽曲のマーケティングにおいて特徴的な面はダンスホールを講師が巡回しダンス講習会が開かれたことである。以降も、白来のダンスジャンルの楽曲が輸入された時には同様の宣伝方法が取られるようになる。 この若者を中心とした新しい文化に対して世間一般の風当たりは強かったが芸術家の岡本太郎は踊りは近代と原始をミックスした魅力があると絶賛積極的に擁護した1957年にカリプソが流行するとマンボウ人気は徐々に衰えてゆくプラードは時を同じくして流行したロカビリーと融合させたロカンボウ発明米国では ヒットしたが、日本には浸透しなかった。マンボといえば、ペレスプラード。ありがとうございます。